朝の名護球場です。ファイターズの一軍選手たちが次々とやってきます。アリゾナキャンプを経てきているとあって、一回りたくましくなっている印象を受けました。私がまず会いたかったのはこの方、内野守備走塁コーチ兼作戦担当の白井和之コーチです。どうも、お久しぶりです。アリゾナには来れないんですね、忙しいから。そうなんですよ、残念ながら行きたかったんですけど、メンバーに選ばれてなかったです、キャンプ もう終盤になりましたけど、どうですここまで。アリゾナではもう本当思うように調整できましたし、もうこっちはもう実戦ですから、若い選手も伸びてきて、順調にチームも調整できてますんで、ここまではもう満点ですね。名護では練習試合やオープン戦など実戦が中心となっています。指揮官栗山監督にとっても、勝つためのチーム作りや選手起用など開幕に向け重要な時期に入ります。その栗山監督にお話を伺いました。今シーズン栗山監督としての日本一奪回のためのキーワードを何か挙げるとすると。それはもうやっぱり何といってもね、ファイターズらしさなんですけど、その中でも今年はピッチャーとスピードを生かして勝つというのは一つのテーマになると思うんでね、はい、監督がキーワードに挙げたピッチャー。おととい栗山監督は大谷翔平選手を開幕投手に指名しました。昨シーズンチーム最多の15勝を挙げているので当然の選択と思いましたが、監督からは厳しい言葉も出ました。開幕投手に求める栗山監督の条件というか、そのチーム状況によっても違うと思いますけれども、本当は開幕投手って言わなくてもみんなが分かるような開幕投手になっていることが一番いいと思うし、例えばこれダルビッシュ投手がそのままいたら多分ずっとやってる可能性もありますよね、そういうふうなピッチャーを早く作らなきゃいけないというのもありますし、はい、その中でおそらくこう軸になるであろう大谷翔平投手に求める、ノルマというか具体的なものっていうのは何かありますか。もう何もないですね。逆にね、とにかく優勝させろっていうただ一言ですね、それが1勝0敗であっても構わないし、とにかく優勝させることができるんであれば、それでよし、ただそのためにもある程度の数字が残ってないとそうならないはずなんでね。やはりそれはやっぱりエースとしての自覚というか周りの見方というか。まあ僕はエースだとまだ言ってないんでね、はい、あ、そうですか、はい、まだですか、はい、じゃあエースになるためにはそれはもう圧倒的な数字残してほしいんでね、はい、もう一つ監督がキーワードに挙げたスピード、これは攻撃でのファイターズらしさという意味なんでしょうか。聞いてみました。スピードというのは、その攻撃においてやっぱりうちの特徴っていうのは足使える選手多いんでね、やっぱりいろんな部分でそのスピードを生かしていくっていうのはとてもかなり大切な要素になると思うんで、ね、去年優勝したホークスと比較するとチーム打率、ホームラン、打点などでホークスが上回っています。ただ盗塁数はファイターズの方が多く、足を使った攻撃で勝機を見出しているようでした。そしてベテランの田中健介選手にはファイターズらしさの DNA を継承する選手としての期待感を語りました。チームの中での田中健介選手の存在感、役割っていうのはどうお考えですか。健介の場合って、若手を叱ったりとかそういうタイプではないですけど、練習している姿であったり、試合をやっている姿で、ファイターズらしさをちゃんと示してくれる選手なんでね、そこは全幅の信頼を寄せてますし、だから健介がその辺にいてくれればそれで安心なんでね。去年右肩を痛めた田中健介選手はアリゾナキャンプに帯同せず、若手とともに2軍の国頭キャンプからスタートしました。その痛みも癒え、自分自身の成績アップとチームへの貢献、両方を目標にしてシーズン開幕を迎えようとしています。しっかりやっぱり安定した成績を残すっていうことが一番で、あとは苦しくなった時に、どうやって、みんなを鼓舞できるかっていうことは常に考えてますけどね。僕も気を抜かずですね、常に見られてる意識を持ってやってますけど、
今年はもう一度ねフルイニングを目指してやりたいと思ってて、まあ、去年はどうしても肩のことがあったので、まあ、僕の控えというか替えの選手も必要だったですし、その分他の枠でね使えなかったところはあると思うので、まあ、そういう面でも、まあ、フルイニングすることが、まあ、チームのことのためにもなるのかなと思います。あえてこちら沖縄で若手と一緒にこのキャンプを過ごしたっていうのもやっぱ大きいんじゃないですかね。まあそうですね、だから健介のことも考えてどっちが一番いいのかなっていうのもいろいろ考えたつもりだったんでね、まあ、じっくり健介らしくやってもらう方がいいし、特に新人の選手たちも含めてね、ああいう姿をまずは見てほしいというのもあったんでね、いずれ本当にいろんな面で健介が引っ張っていくのはもう間違いないと思うんで。監督就任1年目こそリーグ優勝を果たしましたが、その後は優勝から遠ざかっています。栗山監督からは今年こそという思いがひしひしと伝わってきました。監督、まあ、5年目、本当に最下位からねやっと勝負できるところに来て、本当は去年勝ち切りたかったんですけど、それができてないという状況を考えたら、まあ、本当に今年に全てをかけなければいけない、逆に言えば結果を全て出さなければいけない年でもあると思うんでね。今シーズン、間もなく始まりますけれども、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、もう何も、お伝えすることはありません。とにかく秋に、一緒になって、優勝して喜ぶ、まあ、それだけを、信じて求めて戦っていきますので、ぜひ1年間一緒に戦ってください。よろしくお願いします。